まだ続けますか？あなたが納得するまで、私の気の済むまででよろしければ、いくらでも付き合って差し上げますが。楽しかったわ。次があるのなら、優先的に相手をして差し上げます。なんだ、私も結構戦えるじゃない。これなら反転する必要もないみたいな。あら、納得のいかない顔ね。お望みならもう一度試してみますか。結果は未来永劫変わらないと思いますが。こんなところね。ちょっと貸してなかったかしら。いかがでした？舞踏の稽古は始めたばかりですけど、なかなかのものでしょ。あら、ひどい傷。すぐに看護師を手配しますから、安心してください。けど、怪しい薬漬けにされないよう、注意なさってね。実に有意義な時間でした。それでは、ごきげんよう。ほら、私だってやればできるでしょう、兄さん。今度からは私にも相談してくださいね。あなたたち、ずいぶんと体力が余ってるのね。ならもっと仕事を増やしてあげる。ほら、返事は？喜んで、と笑顔を返すところでしょ、ここは。納得いって、弓塚さん。あなたとは、思ってきた年月も、今月としても歳月も違いますわ。悔しかったら、あと10年ばかり修行してくることね。今日は私に分がありましたね、シオン。エーテルアートはまだ使いこなせないけど、実践なら遅れは取らないわ。ありがとう。いい気分転換になりました。シオンのお友達も、リーク・バイケさんと言いましたか？どう？週に一度ほどお相手してくださるの？